皆さん一個気になることあるんじゃないでしょうか。そう、進撃リーグチームグラディウス監督渋川難波、はい、なんと進撃ね、もう締め切りましたので、もちろんリストはね、手元にもう届いてるわけですよ。まあ誰を選ぶかね、どう選ぶか、皆さんも気になるんじゃないでしょうか。楽しみですね。まあこのね、進撃についてはまた今度ね、雑談配信というか、進撃リーグどんな感じで撮るのみたいな回をね、作って喋ろうと思いますんでね、今のところはまだ頭の中でまとめてる段階なので、まだまだ情報お待ちください。誰撮るか決まった？まだまだっすね。これからですね。これから考えていくところ。去年はね、十何人リストアップしてましたけど、今年もまあ、だいたいそんぐらいのリストアップにはなるでしょうね。多分ね。まあドラフトがね、4月なんで、4月だよね、確か。4月のどっか、まだ決まってないのかな。とりあえずなんか3月ではなかった記憶があるな。選考は正直、去年より難しいっすね。はい。選考は去年より難しい。うん、むずいです。そもそも、自チームの選手をプロテクトするか、それとも全員入れ替えに行くかっていう選択からしなきゃいけないんで、それも含めるとね、もう大変ですね。ある程度固まったらね、絶対進撃雑談配信しますんで、楽しみに待っていてください。もちろん誰を選ぶとかはね、言わないけど、どういう感じでいくかとかね、うん。ほんのり匂わせふわふわみたいな感じをやろうと思いますんで。まあでも今2月だからさ、もう2月3月って言ったらあと2ヶ月後はもうドラフトだね、新規の。早いね。早いね。魅力的な人が多かったのか、うん、まあなんか第1回やっていろいろね、いろんな人とより絡んで、いろんな意識とかもあって、なので、2回目はどういうコンセプトでどういう人たち選ぼうかな、みたいな。で、もちろんね、新たに応募してきた人たちもいるわけですから、どうしようかなっていうので、非常に悩むことが多いという感じですね。悩むことが多い。マジで。てかさ、進撃さ、本当にみんなも自分が監督だったと思って考えてみたらわかると思うけど、めっちゃ選ぶの大変だからね。誰にしよう、誰にしようってなっちゃうから、うん。監督は大変だ。逆に言うと、Mリーグの監督も大変だよ。まあ、監督が選んでるかわかんないけど、M リーグの選手を選ぶ人も大変だよね。誰でしょう、誰でしょうってなるからね。監督業の難しさがね、よくわかりますよ、本当に。候補者見るの楽しいよ。候補者見るのは楽しいね。候補者見るのは楽しい、マジで。いいこと言うやん。候補者リスト見るのは本当に楽しい。森井監督リスペクト。まあまあまあ、確かにね。監督業は大変ですよ。選手選ぶ権限があればなおさらね。うん。やっぱ選手選んでる時が一番楽しいまであるな、本当に。うん、誰にしよう、誰にしようってね、見てる時間が楽しいってのはある。まあ今年もね、ニューフェイスが一人もいないってことはないだろうね、さすがに。どれぐらい入れ替わるかとかね、監督の数が変わんなかったじゃん。あのさ、今年の難しいところはね、チーム数が増えてないのよ。監督の数変わらずだから、うん、だからニューフェイスが入ると絶対既存の人がね、誰かいなくならなきゃいけないというこのジレンマなんだが、まあね、でもそりゃしょうがない話だからね。いや、これはもう監督としてはもう心を鬼にしてしっかり選んだ人で盛り上げていこうというね、感じでございますね。本当に1チーム3人までって決まってるからね。なんせ選ぶのも大変ですよ、本当に。20人取っていいならね、20人取りたいけど、3人なんや。いや、どうしような、本当に。どういう作戦でいくか、どういうチームを作りたいか、いろいろ考えることが多いです。監督業は楽しい。うん。ということで皆さん、チャンネル登録、高評価できればメンバーシップ登録お願いします。特にね、みんなもう忘れたかもしれないけど、最初の方でさ、10万人目指すぜって言ってさ、それにはみんなのチャンネル登録はもちろんのこと、高評価も必要なんだよって言って、高評価を押す癖をみんなでつけていくぜ、ヘイって言ったら覚えてますか？忘れてますね、今間違いなく。思い出してください、皆さん。ということで、チャンネル登録、高評価できればメンバーシップ登録お願いします。で、高評価を押すと、僕の動画がおすすめに、僕のライブがおすすめに出やすくなるので、そうするとね、おお、なんだこいつってフラフラってやってきて、へーみたいな感じでフラフラーっと見てって帰っていく感じですね。帰っていくか知らんけど、チャンネル登録そのうちしてくれる人もいるかもしれないんでお願いします。